アメリカでトランプ前政権の内幕を暴いた大物記者による著書が新たに発売され、早くも注目を集めています。トランプ政権時代の内幕などを描いた今回の著書ですが、発売初日にもかかわらず、こちらの書店ではすでにベストセラーの棚に並べられています。21日発売のボブ・ウッドワード氏らの著書「ペリル」は、トランプ政権の関係者200人以上へのインタビューから、バイデン氏への政権移行をアメリカ史上最も危険な時期の一つとして、その内幕を描いています。著書では、議会乱入事件などで精神的に不安定になったトランプ氏が核兵器を使うのではと懸念され、アメリカ軍トップが中国軍幹部に秘密裏に不安を伝えたことなど、当時の状況を克明に綴っているということです。